はいどうも、えっと、YouTube チャンネルありのままの榎本をご覧いただきありがとうございます。はい、えっと、榎本晋作です。まあ、ちょっと、えっと、まあ、毎度恒例ですが、ちょっと、あの、まあ、コロナ期ってことなので、家からお届けしたいと思います。Stay at home と。はい。でですね、はい、えっと、<laughs> はぁ、あ、まあ、何回も撮ってると疲れますねとか言ってる場合じゃない。ごめんなさい、本題入ります。はい。えっと、今日、あの、前に結構、まあ、結構前にいただいた質問だったんですけど、前の動画、エアビアンドビーだってことでこ、ちょっとこのテーマ、噛んでますね。はい、頑張ります。はい。このテーマ。 エアービービーの、えっと、ガイドってどうやって始めるんですかとこういうところ、えっと、いただきました、はいまあ。何の話かっていうとエアービ n ビーっていう民泊のサイトですね、まあ、民泊っていうのは自分家に人を止めることですよねあの旅行者を。 まあそういうところで、えっと、実はその中でで体験ガイドとかもできるんですよ例えば何だろうその僕だったら、えっと、まあ寿司たこ焼き一緒に作ろうぜパーティーとかやってたりとかあとは、えっと、まあ今はちょっとコロナ期ってことなんですけど茶道の先生たちとその外国人向けの茶道教室ですね旅行者向けの茶道体験やってたりとか着物と合わせてやったりとかするので実は Airbnb 結構何回か使ってはいるんですね。 でえっと、それでまあ審査とかもまあ僕自分でやったんですよあの先生とかの分もなんかいろいろインタビューして文面作ってやったんですね佐藤の先生とかのやつもはいでそれでまあどうやってやったかって話ですよねでどうやってやったかってすごい簡単で Airbnb でホストになるっていうボタンがあるんでそこにえっとこういう体験やりますよみたいなのがバッと打ち込めるのでそれでやりました でこれ、えっと、ごめんなさい日本語で審査通るかどうかわかんないんですけど、えっと、英語で審査に僕は望みましたね。まあ、外国人向けなんで基本的には英語中国語とか、まあ、その他の言語でやった方がいいと思いますし日本語でやってる人はあんま見なり,周りは見ないですね。まあちょっとすいませんそこはもしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけどあの基本的には僕は英語でやりました。でえっと、コツなんですけど 基本的には、えっと、他のサイトじゃない他のエクスペリエンスで審査通ってる文面を参考にしてでその上で Air&B のフォームの中であの管理画面あるんで管理画面の中で書き込むんですね英語そういうふうにやった方がいいかなと。で、えっと、要はあの、まあ、審査を通ってるやつを軸にしてやると審査通りやすいのかなと思いましたしあとあれ基本的には多分、ね、あの人工知能とかそういうのを搭載してやってると思うので。 あのなんかランダムで見てる可能性もあるんですねごめんなさいちょっとそこもし詳しくないんですけどあの、まあ、審査あの1回目楽に通ったのに別の体験出したら余計はよく分かんないとこ突っ込まれたっていうのが実はあったんですよあの3つぐらい審査関わってるんで関わってるとかやってみたことあるんですけどそういうのがありましたので、えっと、僕がやった手順としては、えっと、最初にまず、えっと、自分と似た体験を探す自分と似た体験探すんですねだから 着物茶道とかティーセレモニーとかやって探したわけですよ。でこれ東京でも大阪でも京都でもどこでもいいっす僕は東京なんですけどあの別に他のとこでやってる体験も一緒なのでコンテンツの中身は。でその上であのまずそれに、えっと、日本語日本語の方で作った方がいいかなと思いました僕は別になんかあの英語でやったんですけど最初からあの、まあ。あんまり日本語で やっっってる時間がもたたいなかったんですけど最初コンテンツ考えるのと英語苦手な時英語でやった時にやっぱ苦労したんであの何気に最初日本語でやっておいてそれを英訳英語得意な人に頼むか自分で訳すかっていうじゃあ微妙な英語でも通るのって言ったら通りましたあの通りましたでこれはすみません Airbnb の人の方針次第なんですけどあと英語のレベルにもよりますけど基本的にはあの第三者が読んで分かるぐらいの英語で僕は書いてます。で要はどういうういい話かっていうと あのこれ微妙に表現違うんだろうなっていうところも多分あったと思うんですよ添削受けたらそれのツッコミはやっぱ受けたんで ただあのその状態でもやっぱり意味が理解できれば通してくれましたねだから審査についてはすいません、えっと、こうだっていうのは確定的なことはやっぱり Airbnb の人間ではないので言えないんですけどただまあそういうふうにして通していただくことはできましたねはいできたっすでその上で一回審査出すんですよ審査出す時に大事なのがまあ写真とかであのカメラ目線の写真ダメだったんですよね 要はカメラ目線でピースしてるような写真絶対ダメであの基本的にはその体験中の様子をで体験中の様子ないんですよ最初の写真だってそうじゃないですかまだ始めてないんですもんっていう時はまあその日本人向けにでもいいのでやってる姿を写真で撮るっていうのを僕はやりましたなのであので写真用意するのは結構 あの大変なんですけど写真を用意するっていうところをクリアするのはすごい大事かなっていうふうに感じてますしあのまあ皆さんちょっとこれから出されるんだったら大事かなって思います大事っていうかまあ写真は誰かに撮ってもらった方がいいと思いますでスマホでもいいです全然スマホでも通りましたしあのまあ写真大事なんですけどあの審査通すっていう段階だったら最初スマホでもいいと思いますただえっと注意しなきゃいけないのは Airbnb のシステム的に横よりも縦写真の方が生えやすいので写真スマホで縦で撮る縦で撮るって これはねあの結構あ後々やって大事だなと思いましたよなんかあそうなんですよって、うん、いうのとあとまあできれば外国人が受けてる姿撮った方がいいんですけどなかったら日本人でも全然大丈夫でしたしまずは審査通すことが大事かなっていうふうに個人的には感じてますはいなのでまとめるとえっとまずえっと 自分と似たエクスペリエンス体験を探す自分がやりたいのと似た体験ですね、まあ、もしくは自分でもできそうなものをエクスペリエンス見ながらやる見るでそれで、えっと、審査に臨むとでなるべくこれ審査自分の得意なものとか趣味とかにしてくださいなんでかっていうと a アン b ビーの審査項目にやっぱりそのなんであなたがやるのみたいなとこあるんですよ。 あのまあこういうふうに長年こういうのやってきたんでみたいなふうに書くところがあるんですね。で、えっと、僕はそれでやっぱ佐渡の先生はそこの長い歴史があったんでっていうのもあったりましたしあと寿司とかティーセレモニーについては僕はロンドンでそういうふうに国人向けにやってたことがあるみたいなことを書きましたね。はい、で、えっと、ごめんなさいこれ Airbnb どこに求めてるか分かんないんですけど寿司とたこ焼きについてはそんなにスペシャリストじゃないんですけど通りました。でえっと3つ目がえっとすいませんごめんなさいあとずれるな。 えっと写真,写真あの文章と写真とあとはあれですねあのまあ審査の文章を次作るでこれ日本語でもいいとでその次がそれを英語にするとで5番目が写真写真も縦でスマホで縦であの撮ってもらうこの5つですね この質です途中ちょっと噛んじゃってごめんなさいあのグダグダにな,ならないように気をつけますはい、まあ、そんな感じだったのでまあ皆さん是非是非登録されるといいと思いますはいえっと今日もそんな感じでしたごめんなさいね、えっとまあ、こんな感じで僕の実体験からやってきたビジネスだったりとか、まあ、初めて始めるにはどうすればいいかっていうまあ起業の方法みたいなことも具体的にお伝えしたいと思ってますのでよかったらまあチャンネル登録かそうか高評価を押していただくとアルゴリズム上上上に上がりやすいと思いますはいえっと本日は以上になりますありがとうございましたではでは